トライしていることありますか？私アコースティックギター始めてます。マジで？はい、ついに今年の目標やっと始めました。やるとは聞いていたけども、はい、この9月を前に、はい、やっと間に合いました。夏休み今年の目標叶いました。え、本当最近ってこと？そうですね、ここ数ヶ月。あれ、どっから始めるの？俺全然わかんないんだけど。買ってちょっと待って、なんだろう、聞き違いかな。買ってですか？まず買って。あ、買ったのね。買って買って、あの指の位置を覚えます。それってなんか例えば先生とか、あ、スタッフさんに弾けるよっていう方になんとなく教えてもらいつつ、いらーな、いらーな、はい、でもあとはもうやっぱ自主練なので指を覚えたところでならないんですよ。そうなの？はい、こう余計なとこ押さえてたりとか、ちゃんと押さえきれてなかったりとか。なんか手、指が長い方がなんかいい。手やっぱり大きい方がいいと思います。あともう爪はもう常に短いです。指がもう爪が長いと当たらない。ちゃめちゃガルガルのネイルとかしてるじゃん。もう全然もうそんできないです。できない。はい、やってますけど。バリバリネイルなのにギター弾く人みたいな感じしてキャラ作りしてこれ。でも絶対抑えられないですもん。そんな弾いてるうちにバーンみたいな、キレみたいな。どっちライトでキレみたいな。キラキラ。桜井さんはなんかないです。現状維持。40超えたら現状維持。現状維持でございます。